フットサルを通して外国人同士の親睦を深めてもらおうと、おととい鳥栖市でフットサルの大会が開かれました。この大会はフットサルを通して交流し、県内に住む外国人同士の親睦を深めてもらうことで、佐賀に住む喜びを感じてもらおうと、今世界中で盛り上がっているサッカーワールドカップに合わせ、県国際交流協会などが開きました。サガン鳥栖の本拠地駅前不動産スタジアムで開かれた大会には、留学生や技能実習生など日本を含む24カ国105人が参加。12チームが4つのグループに分かれ、リーグ戦を行った後、トーナメントで優勝を争いました。Thank you very much, Saga, because I love football in school and here that's so amazing. So, thank you. 久しぶりのスポーツしていい汗かけたし、そのみんなと楽しくできたというのが一番ですね。今回は佐賀大学のアフリカ留学生チーム、アフロカササギが優勝したということです。